綿布団がね垂れるか垂れないかって垂れてしまうんじゃないのとか垂れないんじゃないのっていう、えー、垂れない綿布団が欲しいとかそういう話ありますけどもあのーまあ、大きく2つの理由があると思うんですよねで、えー、結論言うと最近の綿布団っていうのは垂れにくいと思います昔に比べて、えー、その理由ですがあのー、まず第1には あのそのまあ、布団そのものの材質ですよねこれがこう柔らかい柔らかいというか、まあ、単純に腰がなくて柔らかいものなのかそれともしっかりしたものなのか硬いものなのかこうパリッとしたものなのかそれとも腰があって形をキープできるものなのか、まあ、そういうあのいろんな材質の話がありますよね、まあ、それは置いといてもう一つ、えー、こちらの方が僕はあの影響が大きいと思ってるんですけども そそもで綿布団が垂れる垂れてしまうっていうのはあの昔のこう長い綿布団の時にここからこう来て肩で垂れてもう一回こう垂れてしまうっていうのはありますよね多分それを嫌られてるんだと思うんですけどもそれはやっぱりそのなある程度長いのでどうしても垂れますよねそれは。 で最近の麺っていうのはやっぱり短いですから垂れるそこまで垂れるほど長さがそもそもないということも言えると思いますし、えーまあ、その分ね垂れ長さが短くなりますとその分材質をあの柔らかく使いやすいもので麺を作ってもあのできるようになるので、まあ、結局なじみやすい麺ができますよね。